購入と維持。ここまで、コンパス 4G がこのクラスの新たなリーダーになりそうな、望みは見出せないが、費用対効果の面でも名誉挽回とはいかない。フェブモデルは39,895ポンド、約618万円からで、これは、オフロード志向のトレイルホークの価格だ。装備はまずまず充実しているが、 シートの電動調整機構や4ウェイ式ランバースサポート、レザー表皮、さらに自動テールゲートといったアイテムは上級グレードの S でないと装備されない。アクロ走行に使う予定がないのなら、1000ポンド、約16万円高い S グレードをお勧めしたい。4895ポンド、 約634万円という S の価格は装備内容の近いフォードクーがフェブやヒョンデツーソンフェブなどより1000から2000ポンドを高い。また、数多く用意されるオプションは妥当な価格設定のものがほとんどだが、それらを遠慮なくつけていくと、もっと後続距離の長いトヨタラブ4フェブやより上質感のある BMWX1X X ドライブ 25E と、 大差ない金額になってしまう。ただでさえ高価な部類に入るコンパス 4G だが、おまけに予想される残価率がライバルたちほど振るわないので、長い目で見てもリセールで挽回することはできそうにない。プラグインハイブリッドなので、給油の回数を減らせるメリットはこのコンパスでも享受できる。ただし、それにはいくつか条件がある。まず、後席下に配置されたバッテリーは、 加を圧迫しない代わりに燃料タンク容量は36.5リットルに目減りしている。そのため、航続距離はフル充電で走り始めても5 0 0トルちょっとだ。おまけに、電力のみで走行できる距離は WLTP テスト値で4 8トルしかない。テストで計測されたリアルな数字は3 5トルほどに。 すぎず、プジョー3008ハイブリッド225の 50km や、トヨタラブ4フェーブ、とその OEM 版のスズキアクロスの 74km には、及ばない、1.3リットルエンジンの燃費は、少なくとも妥当なラインだろう。E セーブモードでのエコランでは 16.6km、L をマークするが、これはライバルたちと、同程度だ、スペック、レイアウト、負荷が開発した。 スモールワイド44プラットフォームをよりコンパクトなジープレネゲードと共用するコンパスは4輪独立サスペンションを採用するプラグインハイブリッドのパワートレインはガソリンエンジンをフロントに横置きしリアに駆動用モーターを搭載した電動 4WD を構成前後重量配分は54、46だったエンジン駆動方式 フロント横置き四輪駆動、後輪電力駆動、形式、直列四気三 1332cc、ターボチャージャー、ガソリン、ブロックヘッド、アルミニウム、ボアストローク、5mm、圧縮比、10.5、1、バルブ配置、4バルブ DOHC、最高出力、180PS、RPM、最大トルク、27.5kgm、 RPM、エンジン許容回転数、5900RPM、ハイブリッドアシスト、後部搭載、同期モーター、モーター最高出力、60PS、モーター最大トルク、25.4kgm、システム総合出力、240PS、5750RPM、システム総合トルク、35.7kgm、1850、 RPM 馬力加重比 129PS T トルク加重比 19.2kgM T エンジン比出力 135PS L ボディシャシー全長 4404mm ホイールベース 2636mm オーバーハング前 915mm オーバーハング後 853mm 全幅ミラー含む 2040mm 全幅両ドア開き 3540mm 全高全6 6 4 m、mm、m 全高テールゲート開き 1960mm 足元長さ全席最大 1060mm 足元長さ後席、840mm 座面天井 前席最大 1005mm。座面天井。後席 940mm。積載容量、420から1230リットル。構造、スティールモノコック。車両重量、1860kg。交渉値、1872kg。実測値。効力係数。ホイール前、5、8.0J19。タイヤ前、5、 235、23 45R1999H、グッドイヤーイーグル F1 アシンメトリック5、スペアタイヤ、なし、パンク修理キットを、オプション設定、変速機、形式、6速 AT、ギア比、1000RPM 自車速、キロメートル毎時、1速、4.46、7.9、2速 2.、2.58、14.2、3速、1.55、 23.04速、1.1431.15速、0.8541.76速、0.6752.8最終減速比3.681燃料消費率オートカル実測値消費率総平均 13.5kmL ツーリング 16.6km L 動力性能計測時 6.1km L EV 航続距離 35.4km メーカー公表値消費率低速市街地キロメートル L 中速郊外キロメートル L 高速高速道路キロメートル L 超高速キロメートル L 混合 52.6km L EV 航続距離 48.3km 燃料タンク容量36.5リットル駆動用バッテリー 11.4kWh 送料実用量現実的な航続距離約 529kmCO2 排出量44から 46gkm サスペンション全マクファーソンストラット、コイルスプリングスタビライザーあと ジャップマンストラット、コイルスプリング、スタビライザー、ステアリング、形式、電動、ダックオピニオン、ロックトロック、2.7回転、最小回転直径、11.1メートル、ブレーキ、前、310ミ、mm、リメートル通気冷却式ディスク、あと、280ミリメートル通気冷却式ディスク、制御装置、ABS、ブレーキアシスト、イブド、ハンドブレーキ、電動、 センターコンソール左側に、スイッチ配置、静粛性、アイドリング41、41DBA、全開時、3速、72DBA、時速 48km 走行時、54DBA、時速 80km 走行時、60DBA、時速 113km 走行時、69DBA、安全装備、ABS、 FCW プラス、LDW プラス、セレクテレーンユーロ NCAP, 5つ星2017年 2.0, リミテッド乗員保護性能成人90%、子供83%、交通弱者保護性能64%、安全補助装置性能59%、発進加速、テスト条件、湿純路面、 気温摂取のなど、0、30マイル、時、時速48キロメートル、2.4秒、0、40、64、3.5秒、0、50、80、4.7秒、0、60、97、6.4秒、0、70、113、8.2秒、0、80、129、10.3秒、0、90、 145、14 13.2秒、0100161、19.5秒、0402メートル発進加速、14.9秒、到達速度、時速149.5キロメートル、0 1 0 0零メートル発進加速、28.0秒、到達速度、 時速 175.4km。ライバルの発進加速。ライバルの発進加速。レンジローバーイボーク P300ER ダイナミックハズ。2021年。テスト条件。湿潤路面。滑りやすい状況。気温摂取2度。0、30マイル。時、時速 48km。2.9秒。0、40、64、3.9秒。0、50。 80、5.3秒、0、60、97、6.8秒、0、70、113、8.8秒、0、80、129、11.2秒、0、90、145、16.1秒、0100161、24.4秒、0402メートル発進加速、15.5秒、到達速度、 時速 143.4km01000m 発進加速29.2秒到達速度時速 167.7km 中間加速 2040mph 時速 3264km1.9 秒2速2.5秒3速305048802.3秒 二足、二点六秒、三足、三点零秒、四足、七点四秒、五足、四十、六十、六十四、九十七、二点九秒、三足、三点二秒、四足、三点七秒、五足、五十、七十、八万百十三、三点三秒、三足、三点八秒、四足、四点一秒、 五速四点五秒六速六十八十九万七千百二十九三点九秒三速四点四秒四速四点九秒五速五点三秒六速七十九十十一万三千百四十五五点三秒四速六点四秒五速六点九秒六速八万百 12万9161、9.4秒、4速、13.4秒、5速、18.0秒、6速、9万110、14百5177、16.6秒、4速、制動距離、テスト条件、出順路面、気温摂取のなど、30、0マイル、時、時速48キロメートル、9.0メートル、50、0マイル、 時速 64km、25.3m、70、0マイル、時、時速 80km、49.9m、60、0マイル、時、時速 97km 制動時間、2.93秒。ライバルの制動距離。レンジローバーイボーク P300ER ダイナミックハズ、2021年。テスト条件、出順路面、滑りやすい状況。 気温摂取2度、30、0マイル、時、時速48キロメートル、11.4メートル、50、0マイル、時、時速64キロメートル、31.1メートル、70、0マイル、時、時速80キロメートル、60.0メートル、各ギアの最高速、1速、時速46.7キロメートル、5900、RPM、2速、 時速 83.7km 5900rpm 3速、時速 135.2km 5900rpm 4速、時速 183.5km 5900rpm 5速、時速 199.9km 4788rpm 6速、交渉値。 時速 200.0km 3776rpm 6速7080マイル時時速 113km 時速 129km 2132rpm 2436rpm 結論地震に満ち顎が角張り 古いジープからの独特な引用がなされたルックスやネッシーのような隠れキャラをこっそり盛り込む遊び心、そして揺るぎないオフロード性能。そうしたコンパス 4G のキャラクターは多くのクロスオーバーが持ち合わせていない要素だ。それゆえ、この車を好ましく思うのは簡単なことだ。それでも、ライバルたちと同じ土俵で戦えるものになっているかというのは別の話だ。確かに、 見るべき長所はある。発進加速は早いし、トレイルホーク仕様はこのセグメントでは、けうな本格オフローダーだ。インフォテインメントの出来は素晴らしく、標準装備の内容は実に充実している。また、インテリアのロジカルなスイッチ類は、誰でもすぐに使い方を理解できるはずだ。ところが、残念ながら高いバリューを提供できる車とは言えない。プラグインハイブリッドシステムは、後続距離や、 経済性、ドライバビリティで、ライバルに水を開けられている。シャシーは、一長一短あり、運転支援システムは制御の巧みさに欠ける。室内について言えば、キャビンはかなり広いのだが、加湿容量は平均レベル。インテリアの装備やフィニッシュは、統一感のないところが気になってしまう。何を重視して、車選びをするか、そのプライオリティによっては、コンパス 4G は、 魅力的な存在となるだろう。我々も、そのオフロード性能が活かせるケースは、容易に想像できる。しかし、相対的に見れば万人向きとは言い難い。担当テスターのアドバイス。イリヤバプラーと、アダプティブクルーズコントロールというやつは、どんなに出来が良くても好きになれない。だから、アダプティブとそうでない通常のクルーズコントロールや、シンプルな速度リミッターを瞬時に切り替えられるボタンが、 ステアリングホイールに備わっているのはありがたい。これがついている車は嫌になるほど少ないマットソーンダース。去年の夏、同じパワートレインを積むレネゲードをテストした時にはギアボックスの調整がまだまだだと思った。間違いなくその修正は数ヶ月で済むようなものではない。とはいえ、この車のライフサイクルの間には解決可能だろうと期待しているオプション追加のアドバイス。 オフロードユースを念頭に置いていないなら S グレードをお勧めしたい。比較的装備が充実しているのでオプションを多数追加する必要がない。オプションといえばニトーン塗装はかなり高価だが3ピン充電ケーブルとテクノロジーコンビニエンスパックは実用性が高い。改善してほしいポイント AT は 再調整が必要だ。バッテリーのキャパシティを増やしてほしい。ドライバーアシストシステムは、もっと巧みな処理を見せてほしいところだ。